のんびり。ガチャガチャ。危ない危ない。ちょっと最近スマホスタンドが緩くて飲み物飲もうとしたら、なんかこの間原稿者さんのスタッフさんとお会いしたんですけど、その時に本当になんかすごいですよって言っていただけて、写真集のね、なんかそのまあ皆さんがご購入してくださったおかげですごい売り上げが好調なんですって言っていただきまして、皆さん本当にありがとうございます。おかげさまで最重版が決定いたしました。今はもうね、まだご購入できるようになっております。一応ね、でもショールームで買えるのは今日までかな。ちょっと2冊セットだから大変なんだけど、結構重いから。そう、今も買える、多分12時までは買えるはず、ご購入できるはずでございます。そうなんですよ、本当にね、皆さんありがとうございますこんばんは、こんばんは。最近はフェスとかいろいろと出演してました。昨日はやついフェスに出演したりとか、一昨日はアイドルコンテンツエキスポに出演したりとか、ずっとホテルだったんですけど、3日ぶりぐらいに広島の我が家に帰ってこれました。さっきの配信見られなかったんだけど、今写真集買っても抽選対象になる、なるはずなんですよね。今買えるってことは多分今日までなので、今買っても対象になると思います。ニコマ生で見てた、めっちゃ良かった、ありがとうございます。私もね、あのニコニコそのやついフェスが配信ありだったんですけど、私ニコ生プレミアム会員なんで、後からアーカイブで見ました。めちゃくちゃね楽しそうでした。なんかやついフェス3年連続で出演させてもらってるんですけど、結構持ち時間いただけるんで40分ぐらいステージに立てました。だいたいフェスとかって20分とかなんですけど、今回はその倍でございました。配信でも楽しかった、お、ありがとうございます。ニコ生貴族、そう貴族なんですよ。お、カズヤさんご購入ありがとうございます。カズヤさんありがとう。なんかちょっとね、このショールームで商品を何売買する機能あんまりっていうか初めて使うから、すごいね、ちょっといいなんか配信者側の見えてる機能みたいなのが結構分かりづらくて、気づくのが遅くなった、ありがとうございます。和也さん、お届けをお待ちください。今も買えるんだ、今も買えます。
まだ買えるの。まだ多分ね、こっちの方かな、こっちの方にカートのボタンがついてるかなって思います。それをしたらご購入できるはず。ハローだってなんで英語ハロー。飛行機が飛んだら出ないの。飛行機ね、飛んでないね、確かに。でもここの履歴にあるんだよね。だから購入してくれちゃったんだと思うけども、うん、飛んでた。嘘、ちょっとなんかラグがあるっぽくて、もしかしたらこれから飛ぶかも。ありがとう。若干ラグがあるかもしれない。うん、今日はなんかみんながショールームやらなきゃって言ってて、何なんでって言ったら、なんかイベントやってるって言ってて、何のイベントって言ったら、たい焼きって言う。たい焼きみたいな何のイベントって思って、なんか聞いたら和菓子がもらえるらしい。かわいいイベントやってたそのいつの間にそんなイベントが始まってたんだと思って。かわいくない、和菓子もらえるんだって。おきちゃん、たい焼きは頭から尻尾から。頭からかな、なんか最後甘くない、甘くなくしたいタイプだから。パセリちゃんもう7冊持ってるってさっき配信で見せてくれた。いや、そうなんですよ。パセリは自分で買ってくれたのもあったりとか、私があげたのもあったりとか、あとファンの人がなんかサイン会に来て、写真集のこれパセリにあげるからセリカちゃんへって書いてみたいに言われて、なんか4冊ぐらい買われていって、私はパセリはもう3冊ぐらい持ってるからもういらないと思うんだよねって、もういいと思うよみたいな言ったんですけど、いやあげるからって言って、めちゃくちゃ私あのおさきセリカちゃんへってあのサインを書いて、したらのそれがパセリのとこに届いて、パセリがどうしましょうって言ったいや本当にごめんねって、なんか長崎に送りますねって言ってた本当にちょっとごめんねってそんな結構大きいから重量もすごいし、いやありがとうございますって感じ。そうなんですよ、だからタッパセリはめっちゃ持ってる必死で止めたんですよ、パセリはもう持ってるからって。全部4冊か5冊ぐらい届けてた。クマありがとうございます。クマ止めるの偉いね。いや結構重いですからね、ずっしりするから止めましたよ。そのまあちょっと話は戻るんですけど、私はニコニコ生放送が、あ待って、飛行機飛んだ今。青さん、竹まつるさん、 TNG さん、ありがとうございます。もしかしたらラグってるかな、皆さんより遅いかも。ありがとう。
じゃあ私から見た画面が1飛行機だったんだけど、もしかしたらラグってたかも。ありがとう、毎度おおきに。なんかあの飛行機で物が風船みたいな感じで落ちてくるの、めっちゃ動物の森、めちゃくちゃ動物の森感ある。まあ話戻して、私ニコニコ生放送を見てて、やついフェス見た後になんか他にも見ようって思って、あの綾川アニバル見てたんですよ、アーカイブで。あの桃色クローバー Z のアーリンさんが主催してるフェスで、めっちゃ桃黒さんも大好きだから見たんですけど、それにゆきりんさんも出演されてて、あのゆきりんさんのパフォーマンスがもうめちゃくちゃすごくて、もうずっと昨日かな、昨日別に寝な夜寝る前に見てたんですけど、もうね、瀬取りもいいし、コメント付きで見るのもなんか湧くっていうか、もうすごいね、めっちゃそれでテンション上がって綾川アニバル見て、で昨日はまあホテルだったんですけど、東京で踊りたくなって深夜に踊ってました。うん、曲がもう盛り上がるし、歌も上手だし可愛いし、最高だった。そのねテンションも上がったのでテンションも上がりましたので、一緒に踊りながらやりました。一人部屋だったんだね。うん、昨日は一人部屋だった。暇だったからマイキューと電話して結局寝てしまったけど昨日ショールームしようかなと思ったんですけど、昨日なんかもう汗かきすぎてメイクがもうヨレヨレでやめてしまった。今日はもうさっきメイクしたので、まあまあ割としっかりしてます。綺麗、ありがとう、やったぜふふ。今日はね、もう特にすごい予定があったわけじゃなくて、その写真集の重版の配信と、もうあと広島に帰る、東京から広島に4時間かけて帰ってきました。だから朝から昼はずっともう新幹線の中でしたね。朝10時11時ぐらいに乗って2時3時ぐらいに着きました4時間、そうなんですよ、4時間乗ってます。移動、新幹線で何してたの？新幹線でなんか同じ漫画のその漫画のアニメと実写版を見てましたあの箱詰めっていうなんか女性の警察官の漫画があるんですけど、なんかそれが今無料公開してて、でなんか名前は知ってたけど見たことなかったんで、漫画見てたらめっちゃ面白いじゃんってなって、その4時間のうちにアニメを1話から12話まで見て、でその後のドラマ実写化もしてたからドラマも見てみたいな、めっちゃ面白かったです。そう、交番勤務のなんか警察官の
すごい事件とかじゃなくて結構日常系の話。まだ漫画は見終わってない。めっちゃ面白かった。ちょうど今読んでる。あーね、なんかすごい今ツイッターでちょっとバズってる。あ、君空さん、ここにありがとうございます。写真集サンキュー、ありがとうございます。漫画少し見たけど面白かったね。面白かった、それ見てて。もう気づいたら4時間経ってました。でも肩も腰も背中も結構痛い寝ながら見ちゃったからちょっとボキボキそんな感じで遠征が終わりました。おきちゃん毒舌派ですよね。面白い話してか。面白い話してって結構一番困る。何食べたいに何でもいいよぐらい困っちゃうの。面白い話あるかな、ちょっと見つけたら。毎日は面白いんですけどね、見つけたらまた言いますね。毒舌ではないと思うけど、初めて言われた。すごい、なんかこのクマのギフト なんだ今めっちゃ弾けてった。ありがとうございます。ワイも1週間の遠征から帰還しました。お疲れ様です。遠征大変よね。わかるよ。遠征で一番しんどいのってキャリーケースの荷ほどきなんですけど、私はまだ荷ほどきしてないです。玄関にキャリーケースを置きっぱ、めちゃくちゃめんどくさい。洗濯しなきゃやっほーやっほー。パッキングより面倒。パッキングの方が好きだけど、荷ほどきは一番嫌いかも新幹線で寝ない人、半分寝て半分起きてます。だいたい2時間寝て2時間起きてることが多いかな。今日はでも寝ながら割といっぱい寝てました。最近はもうツアーのレッスンが多いので、レッスン動画とか見返しながら新幹線乗ってます。こぶちゃんセブンさん、ご購入ありがとうございます。飛行機が飛びました。なんか詳しい数字は分かんないんですけど、1万部はなんか到達したってお聞きして、編集の方にありがとうございます。結構写真集ってなんか大変だと思うんですけど、本当に皆さんありがとうございます。すごいね、なんか本当にすごいなと思って、なんか出した甲斐がありました、写真集を。皆さんありがとうございます。感謝。次重版したらポスト欲しい
次自販したポスター、確かにポスターもいいですね。後発の方に勇気与えてるね。ね、これでもっとこういろんなメンバーが、もきちゃんが出せたならってこうなってくれたらいいなって思います。あっくんさん、ありがとう。ありがとうございます。嬉しい。次に写真集を見たいメンバーはいますか？なんかそれすごいラジオとかでも答えた気がするんだけど、もう本当に全員見たい。全員見たいですね。だから今あのヤンマーガウェブとかは結構楽しみっていうか、毎回あの新しいメンバーが出るじゃないですか、 STU の。あれは毎回見てますね、いろんなメンバー。めっちゃいいなって思いながら。うん、やっぱ STU って可愛いなって思います。なんかよくメンバーとかとも話すんですよ、やっぱ STU って可愛いなってみんな可愛いよねみたいなお話しします。うん、誰が見たいだろう。いやもう全員見たいな。ヤンマガウェブって独特な服多め。そうなのかな。でもなんかヤンマガウェブって結構なんか毎回3人組とかで撮影するんですけど、なんかその3人組なんかチームが毎回違うくて、撮影チームがなんか私とリコチとアヤパンは一緒に撮影したんですけど、その人たちのカメラマンさんとか衣装さんとかのは私たちの時で、なんか次のメンバーはもうカメラマンさんとか衣装さんとかも全然違ったりとかで、そのなんかだから同じ日に撮影したけど、こう出る順番がポンポンポンってこう並んでなくて、あの一回違う撮影チームのメンバーをこう挟んで、だからちょっと順番が前後してるんだけど、でもなんか雰囲気がだから結構全然違うっていうか、そう。なんかね、面白い。こんな感じなんだみたいな。 ありがとうございます。ハトさん、ありがとう、ご購入。高森さんもありがとうございます。皆さん、あの1冊じゃないですかね、これ2冊届きますからね。全然誰かに配ってもいいですからね。きちゃんの次の目標は何ですか？次の目標は、まあ、よくなんかこうインタビューとかで言ってるのは、まあ、STU のセンターになりたいっていうことなんですけど、なんかそれ以外でなんか目標あるかなって考えてみるんですけど、なんかやりたいお仕事とかはめちゃくちゃいっぱいあるんだけど、目標でも声のお仕事とかやってみたいなって気持ちもありますね。うん、そうなの。声優、まあ、ナレーション、うん、声はちょっとチャレンジしてみたいか。いいですね、ありがとう。だからレッスン行きたいんだよね、やったことないから。目標、でも目標って言われて難しいな。必ず叶えたいものってなんだろう。
やりたいことは超無限大にあるんですけどかな。結構アニメとか漫画とか好きで、割とオタクなんですけど、なんか意外と知られることは、まあ、私のファンの方とかはねすごい知ってくださってるけど、意外とあのだからそんなすごいアピ私アニオタなんですみたいなアピールとかあんましたことないから、ちなんかそうそんなガチのアニオタかって言われると多分そうでもないから、ちょっと中途半端っちゃ中途半端なんですけど、これのお仕事はチャレンジしてみたいなって思います。お、よしきさんありがとうございます。ご購入ありがとうございます。あとはなんだろう、目標なんか強制してるんですけど、もう結構長いんですけど、私1ヶ月に1回行かないといけないんですけど、全然行けてなくて、毎回3ヶ月に1回とか2ヶ月に1回とかで、全然あのワイヤーをねつけてるんですけど、ワイヤーをねなんか締めなきゃいけないんですよ。締めて動かすんですけど、締めに行けないので、ここからもう今6月なんで、あと半年はちゃんと月1で行ってスピードを早めたいなって思います。そうなんですよ、なかなか意外といけないっていうか、歯医者って予約取るの意外と大変。具体的な目標は今んとこそれかも矯正を進める。まあ、これはプライベートでの目標ですね。かな、うん。あ、でもあと私事なんですけど、 YouTube があの今日で1年目なんですよ。であのチャンネル登録とか高評価とかしてくださってる皆さんありがとうございます。そう、実は1年前の今日始めた初投稿チャンネル解説そうしまして、オキチャンネルが結構まあ1年に本当2ヶ月に1回とか、もう今は結構間が空いてるんですけど、これからも、まあ、マイペースなんですけども、自分なりにオフィシャルなんか裏側オフショットムービーみたいなお届けできたらなって思います。そうなんですよ、結構ボツになった動画が結構多くて、あんまり投稿できてないんですけど、最近はまたね投稿はこれからもやっていく予定なので。カメラ壊れた、そうカメラがちょっとね調子悪くなっちゃったんで、新しいカメラ買おうかな。まあでも iPhone でも結構綺麗に撮れるから iPhone でも撮っていこうかな。うん、というね、あの実は1周年、もうちょっとしたら登録者数が1万人いくんですよ。そうなので投稿して1万人にしたいですね。ジンジンさんご購入ありがとうございます。写真集スパチャオンの配信してない配信ね、なんかこう自分でパッとできる環境じゃなくて、私あのアカウントに普段はログインできない状態になってて、
YouTube は私が動画とか送ったりとかして、それをスタッフさんがログインして投稿してくださってるから、本当はもっとこうコメント返しとかいいねとかしたいんですけど、あとなんかね YouTube ライブとかもやりたいんやけど、ちょっとねまあそれはできないので、動画をねせっせと作っていきたいと思います。そう、おきチャンネル。でもありがたい本当に。YouTube コメント見てるの？見てます見てます。めっちゃ見てますよ。今編集中の動画もあるの。とりあえず写真集の動画は上げたいなと思って編集してます。あとこれは私の YouTube チャンネルじゃないんですけど、原稿者さんのあの CM Now の YouTube アカウントで遊泳禁止のオフショットムービーが上がってるので、ぜひ見てみてください。公式 Twitter から飛べると思います。結構すごいね、7分ぐらいあったりとか長編なんですけど、ぜひ見てみてください。メイキングめっちゃ良かった、嬉しい。最初ね私物多のイベントだけで公開してたんですけど、そう、ぜひぜひ。なんだろうな、なんか結構話してないこといろいろあるんですよね。あとはね、あ、スイパラと STU がコラボが決まったんですよ。楽しみ。考えましたよメニュー。なんか前もねコラボカフェでコンプラジュースみたいな、うん、やったんですけど、まあ、今回もね考えましたので、ぜひぜひお楽しみに。スイパラだと公園前行きやすい。そうだね、広島とかだったら本当あのパルコにあるから、よくライブしてるクアトロもパルコにあるんで、めっちゃ行きやすいと思うし、私マジでその広島のスイパラ本当に一人で行くんですよ。なんか一回メンバーに惹かれたことがあるんだけど、一人スイパラマジでねチートデーっていう、なんか自分の中で何でも食べてもいい日みたいな日があるんですよ。でそういう時はなんかスイパラってご飯系も甘い系も全部揃ってるので、もう元を取るつもりで行って、意外と平日とかだったら全然空いてたりとかするから、うん、女子ならなんかすごいさ、その私が一人でスイパラ行ってますって言ったらなんか女子だから行けるんだよみたいなコメント言われたんだけど、私がそのスイパラに一人で行こうって思ったきっかけがなんか男の人がなんかスイパラで大食いチャレンジみたいな一人でしてる動画がきっかけなんですよ。でそれを見てめっちゃ美味しそうと思って行ったから、男の人でも全然いけると思います。しかもなんかよくコラボしてるからアニメとか、なんかそのアニメのファンなのかなみたいな思われるなんか全然知らないアニメになんかキャラたちに囲まれながら食べたりとかしてる時もあります。全然行きやすいと思う。広島はめっちゃ入りやすいと思います、一人でも。私は本当によく一人で行って一人で食べてます。バイキング形式、そうです。結構一口サイズのケーキとかもいっぱいあったりとかする。本当に美味しい。
もう一回 STU のコラボが始まる前に一人で一回行ってこようかなって思ってる。おパンチウサギに囲まれてしまえ、どういう言葉。かわいいじゃんおパンチュ、おパンチュパポパン。どういうなんか喧嘩言葉みたいな。ぜひぜひ、まあね、まだまだですけど、まあ、どんなメニューがあるのか楽しみにしていてください。予約してある。ああね、そうアプリで予約できる。マジでね、鬼滅の刃の時とか全然予約取れなかったんですよ。だからね、予約していくのは賢明な判断だと思います。どうしたって消せない夢も。この間なんか舞ちゃんが全然鬼滅1話切りなんですよ、あの人。だから全然知識がなくて、この間なんか鬼滅のキャラの名前をちゃんと読めるかみたいなクイズをしたんですけど、なんか鬼滅の刃のキャラってめっちゃこう初見で見たら名前がめっちゃ難しいってことに気づきました。あ、あきおさんご購入ありがとうございます。マッチさんもありがとうございます。写真集、飛行機が飛びました。いやめっちゃ難しい。なんかマイキューは1話で鬼滅を見るのをやめてるから、知ってる名前がかまど炭治郎とかまどねずこと富岡義勇しか知らない。全然知らない。でも鬼滅ってあれってこう柱が出るとこまで見てからこそな気がするから、うん、見てほしいけども。結構人の名前覚えられるんか。鬼滅はなんか昔は見てたんだけど、最近あんまそのアニメちょっと見てるぐらいで。だからそのまいちゃんにクイズ出すために自分がまず最初に鬼滅キャラ名前って調べたら、こう振り仮名なしで漢字だけの名前でいっぱい出てきた時に、あれこのキャラなんて読むんだっけみたいなキャラが結構いっぱいいた。柱とかもなんか伊之助の名字とかなんだっけみたいなめっちゃある。ボリリンさん写真集購入ありがとうございます。ボリリンさん、そう伊之助、橋平伊之助、吾妻善逸、なんか普段名前で呼ぶやつが多いからキャラが難しい。胡蝶しのぶ、まあでも確かに知らない人からしたらそうだよね。私だってワンピース全然見たことないから、ずっとシャンクスは個人だと思ってたもん、割と最近まで。ここ1年ぐらいシャンクスが生きてるって知ったの、割と本当にここ1年。だから知らない人からしたらそうだよね。鬼滅リアタイ中いいね。特定の難しい漢字読めるのはオタクあるある。確かに、なんか難読漢字とか
読めちゃいますよね。例えばでもなんだろう、難しいな。でもなんかこうアニメとか漫画とかのオタクをしているがゆえになんか余計な知識みたいなめっちゃなんか培っちゃいませんか。なんかあるあるだと思うのはなんかこう追い詰められた時にこう敵とかにね武器がないみたいな、武器がないどうするみたいな、小麦粉があるみたいな瞬間になったら粉塵爆発なんかよく出てくるじゃないですか、粉塵爆発とかああいうなんか知識みたいなのがなんかね培われていく。粉でね爆発させるあれね多分オタクあるあるな気がする。独特嘘結構でもこれはねオタクあるあるだと思う。やばい、なんかグレンのグレンゲが、グレーンの花よ、今鬼滅してるね。なんかサーヤンが鬼滅好きで、サーヤンからなんかたまになんか鬼滅の刃のなんかネタイラストみたいながなんかたまに送られてくるんですよ。それだけ、なんか何の文字もなくそのちょっとネタっぽいイラストだけ送られてきて、それにどう対応したいのかすごい迷います。なんて返すのが正解なのか。確かに鬼滅の刃の話はよくするけどこれは一体みたいな謎い何かね、それだけ LINE 来るんですよ。なんだろうむしろその奥に隠されたメッセージがあるのかなって一回考えるんだけど、多分これメッセージ何もないな、多分見せたいだけだなこのネタイラストみたいな時はあります深読みしてしまいそうになるんだけど、深読みしないときますおきちゃんの写真集きっかけですっていうのを興味持ったので、メンバーさんの名前の読み方まだ把握してないの、泣く。まあ泣かなくてもいいんじゃないのかい。でもなんか最近になればなるほどこう子供の名前ってちょっと難しいですよね。そのキラキラまではいかなくてもそう読むんだみたいな名前結構多い。ST はでも名前がキラキラなメンバーってそんないない気がする。なるさん、写真集ご購入ありがとうございます。ありがとう。私はあのゆかじゃなくてゆうかです。俺ねローマ字のアルファベットもゆかになってるからすごい勘違いされやすいんだけど、
沖ゆかじゃなくて沖ゆかです。名字個性的な人多いですよね。なんか YouTube に STU のなんか珍しい名字ランキングみたいな、なんかこうシャイニングスターみたいな感じで、あの流れてく、シャイニングスターは使ってないか、なんかこう横に流れてく系の、あのよくある動画あるじゃないですか。あれになんか珍しい名字みたいなあって、確かにいっぱいいるなって思った。なんか意外と私峰吉とかも聞いたことなかった、そのアリちゃんさんの名字で知るまで。結構珍しいですよね。もうモロクズはもう一番珍しいとしても結構多いっていうか、そう兵道、確かに葵さん富士じゃない頭の方も珍しい。うん、胸雪、確かに。川又が被るの奇跡、確か私近くに川又なんて名字の人いなかった。私がでも人生で一番出会っためっちゃ珍しい名字の人がいて、でもなんかその人がどれだけ珍しすぎて、あのなんかその人がなんか見バレしたらいけないから言えないんだけど、もう3文字でなんかめっちゃ珍しい名字の人がいたんですよ。調べてみよう後で、名字ランキングみたいな。マジで珍しい、本当にめっちゃ教えたい、聞いたことありますみたいな。でも人の名字だから言っていいのか分かんないめっちゃ珍しい名字の人がいたんですよ、同級生に。本当に珍しい。みたらい、みたらいさんとかもいらっしゃいますよね。みたらいはでも広島では地名でもあるからあんまり珍しいけど、なんか読めないってことはないか、初見で読める名字。読めるのかな、読めるだろうけど、えってなる。なんか縄文時代みたいな名字難しいけど、なんか縄文土器っぽい名字なんですよ、その同級生が。うわめっちゃ痛い、言えないけど。そうそうそう、確かに久米島、違う、来島じゃんこれ。久米島もあるよね、多分来島もあるけど、まあそんな感じで、ちょっと名字あるあるはまあ後で調べときます。ちょっと充電がやばいのでちょっと早いけど終わろうかな、ごめんね。お、テリーピーさん、学校にありがとうございます。それではちょっとやばい、あと 2% や、やばいやばい、ちょっと急ぎになっちゃってすいません。壇上読みます。13位コブちゃんセブンさん、12位森健銀河さん、11位タオさん、10位イノさん、9位柿浦さん、8位バンボシさん、7位塩さん、6位トットさん、5位テリーピーさん、4位ホックさん、3位コブチャさん、2位カズノイさん、1位ジェリーさんでした。ありがとうございました。写真集もぜひぜひゲットしてください。ではありがとうございました。やばい、切れるかも、ありがとう。ちょっと急な終わりで、スピード急に終わってごめんね。ありがとうございました。